やげたうのゆうぎょうくん。このカードは一体何円かな。正解は何だと。おいっす、やげたうです。さあ今日は失踪の暗黒騎士ガイアを使っていくカオスソルジャーデッキの紹介をさせていただきたいと思います。いやーこのデッキね、強い。ということで今日のデッキはこちら。遊戯のカードはめちゃかっこいい上に強いデッキさあということで、なー強いです。このカオスソルジャー強い、もう強い。このカオスソルジャーかっこいい上に強い。さあということで、失踪の暗黒騎士ガイア、まずねこいつの説明をさせていただきたいなと思います。このカード名の3の効果は一旦に1をしか使用できない。1、このカードはリリースなしで召喚できる。2、リリースなしで召喚したこのカードの元々の攻撃力は1900になる。3、このカードがリリースされた場合に発動できる。デッキからカオスソルジャーモンスター1体を手札に加えるといったところで、もうねこれ効果読んだだけでも強いんですけど、まず星7とでリリースなしで召喚できるって言ったところで、星7をリリースでなしで召喚できるっていうところで、まあこれ今後ですけどシンクロとかでねいろいろ悪さができるんちゃうかなと。で攻撃力1900もねそもそも強いしっていう話。ただ、今回のデッキで言うとこの3の効果、このカードがリリースされた場合にデッキからカオスソルジャーモンスター1体を手札に加える。どっちかって言ったらこっちの方がまだ使い道があるかなといったところです。でこの今回のデッキに関して最も注目してほしいところがここ星7の光属性。ここの星7の光属性っていうのがこのデッキの肝です。このおかげでこのデッキは組めていると。で僕疾風を1枚入れてるんですが、これはね単純に2枚しか持ってないから、普通に疾走を3枚持っている方は絶対疾走3枚にしてください。絶対です。さあ、ということでね、まずこのデッキの回し方説明させていただきましょう。フィールドカードを貼ってください。カオスフィールド。カオスフィールドは発動した時にデッキからカオスソルジャー、儀式モンスターまたは暗黒騎士ガイアモンスター1体を手札に加えることができます。さあということで、じゃあどちらを持ってくるかといったところで、もしね手札に失踪の暗黒騎士ガイアまたは、儀式魔人ディザーズがある場合はこちらカオスソルジャーを持ってきてください。で逆にカオスソルジャーがあって、このガイアとディザーズがない場合は、ガイアを持ってきてください。でそれなんでそういう風にするかって言ったら、こちらですね、超戦士の方が、これ儀式魔法カードになります。超戦士の方がカオスソルジャー儀式モンスターの氷に必要。超戦士の方が一旦に1枚しか使用できない。1、レベルの合計が8になるように以下のどちらかの組み合わせのモンスターを墓地へ送り、自分の手札墓地からカオスソルジャー儀式モンスター1体を儀式召喚する。手札の光属性モンスター1体とデッキの闇属性モンスター1体、または手札の闇属性モンスター1体とデッキの光属性モンスター1体といったことで、要するにこの手札の光属性モンスター1体とデッキの闇属性モンスター1体の場合が、光属性モンスター、この疾風の疾走の暗黒騎士ガイアが光属性モンスターなので、このモンスターとあとデッキのディザーズ、または手札のディザーズかデッキの疾走っていう風な組み合わせでいけるんですよ。てかどちらか1体がデッキっていう時点でかなりねアドが取れるね、儀式の中で。でさらに言えば、まあまずそのなんやろ、この挑戦士の方がなんですけど、手札に、カオスソルジャーはね必ず必要なんで、カオスソルジャーは引かなくてはいけない。でまたいずれか、このどちらかいずれかがあれば挑戦士の方が使えるっていう形ですね。で、先ほど貼ったこのカオスフィールドですが、なんとねこれ2の効果で、このカードがフィールドゾーンに存在する限りお互いの手札フィールドからモンスターが墓地へ送られるたびに1体につき1つこのカードに魔力カウンターを置く、最大6つまで置けると。結構ね今もうかなりねその墓地に落ちていくことが多いので、それこそ儀式で使ったカードもこれ墓地落ちるっていう換算になるので、
かなり溜まりやすいです。3、一旦日をこのカードで魔力カウンターを3つ取り除いて発動。自分はデッキから儀式魔法カード1枚を手札に加えると。要するに挑戦士の方画を加えることができる。でさらにね、このカオスフィールドですが3枚入っているので、どんどんね浮気してあげて大丈夫です。浮気した時に一旦に一度ですだけですが、カオスソルジャー儀式モンスターまたはアンクシガイアモンスターもまた引っ張ってこれるので、かなりねドローソースはたくさんあると言ったところですね。でこの挑戦士の方画で出すカオスソルジャーですが、こちら儀式魔人ディザーズをリリースしていることによってトラップカードをなんと効きません。でディザーズがねこのカードを儀式召喚に使用した儀式モンスターはトラップカードの効果を受けないということで、分断効きません、狡猾効きません、もうシーステとかもうあとアマゾネスのとかもう全然効かんので、トラップカード本当に効かないんでかなり強いです。それがでそれプラスこれ僕ね儀式の使い手22をスキルで採用しているんですが、儀式の使い手2にすることによってまず戦闘でのダメージは、こちらに受けるダメージはゼロになります。それプラス効果で破壊されません。効果破壊とトラップが効かないカオスソルジャーが完成します。めちゃくちゃ強い、もうこれだけでめちゃくちゃ強いっていうのが分かると思いますね。火力は3000もあるんで。でただし弱点の一つとしては魔法カードは効くので、ちょっとかそういったものは効くっていうところだけ、まあ、十分ね押さえとってもらえればなと思います。で、一応ねこのデッキピン出しでこの狡猾な落とし穴入れているんですが、狡猾な落とし穴でカオスソルジャーを選択することもできるので、相手のフィールドが1体こちらもカオスソルジャー1体だけっていう時は発動はできます。ただしカオスソルジャーはトラップカードのモンスター、効果を受けないので破壊はされませんと、そういったね動き方もできるので十分覚えておいてもらえたらなと思います。さあということで、モンスターを引いていく、儀式系のモンスター引いていくのはカオスフィールドで引いていけるので、あとはこの儀式カード、魔法カードが、ちょっとね手薄になるかなと思ったので、僕はソニックバードを3枚入れておりますね。召喚判定召喚に成功した時に儀式魔法カード1枚をデッキから手札に加えることができると。でそれプラス儀式で非常に強いのがこのリーチャーチェインですね。召喚に成功した時にデッキの上からカード3枚を確認して儀式モンスターまた儀式魔法があったら手札に加えることができる。それプラス残りのカードは、好きな順番で並び替えることができると。かなり本当にね儀式召喚しやすい上に最強のカオスソルジャーができる、組めるね出せるデッキとなっておりますので、ぜひね多分ね原作好きの方はこのデッキかなり組みたくなると思います。うん、マジで強いんでぜひ皆さんも組んでみてください。そして早くね失踪のアンク騎士ガイアを3枚手に入れてあげてください。さあということで、このデッキこの動画ちょっとでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それではデュエルの方参りましょう。デュエルスタンバイ。さあそれではデュエルの方やっていきましょう。相手はね、カジキリョータくん。ということで、カオスソルジャーデッキね、マジで使ってて楽しい。もうね、本当に俺は原作からその遊戯を知っとるから、もうこうカオスソルジャーが活躍するっていうだけでかなり嬉しいです。さらに、勝てる、強いっていうとこが相当いいですね。さあ、初期手札。そんなに悪くないね。悪くない。うん、全然悪くない。まず、カオスフィールドがあるから、カオスソルジャー持ってこれるし、で儀式素材のギザーズもおるんで、儀式魔法も発動できるっていう形やな。 OK やな。相手がハンマーシャークと、これ海デッキですね。完全に完全なる海デッキですね。何をしてくるかな。あ、まあ、特に問題ないか。ドローがんソニックバードか。OK、ソニックバットということで、まずね、絶対儀式使っていくためにはカオスソルジャー引いていかなきゃいけないので、こちら、はい、カオスフィールドを展開していく。そして、なんやろ、チェーンしとるな。大丈夫か、なんだ、カオス、なんか壊される。壊すのどうなの。壊さないで。あー、システね。 OKOK、これね、全然怖くないです。全く怖くない。さあ、ということで、デッキからカオスソルジャーを手札に引っ張ってきましょう。あとは儀式魔法さえ引いて
いければいいんで、ここはソニックバードを召喚してデッキより挑戦士の方がこいつを引いていくとしましょう。うん、で手札にギザーズがあるんで、手札のギザーズとデッキの疾走の暗黒騎士ガイア、こいつを選択してやって手札にあるカオスソルジャーを召喚しましょう。さあ特にこのチェーンはただの姿勢のチェーンやと思うんで、いくぜ。手札のギザーズ、そしてデッキの疾走の暗黒騎士ガイアをリリースし、出てこいカオスソルジャー。カッ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 、カオスソルジャー来ましたね。さあこのカオスソルジャー、なんとギザーズの効果のおかげでドラップカードの効果は受けません。そして儀式の使い手2の効果のおかげで、モンスターの破壊されません。さあ全く怖くないよ、何やってくれても大丈夫。殴っていきましょう、全くね、気にせず殴っていきましょう。そしてターンエンド、こっからやられるとしたらエネコンとかで取られて、僕をね殴られるとかあとはちょっとつで、効果破壊されるとか魔法の効果で破壊されるとか、そういったパターンやな。相手が、おっとフィッシャーは2世と、なるほど、これね星5なんでバリバリなシステムの効果使いたそうですが、全くね、残念ながらこのカオスソルジャー君効かないので、ソニックワードね、ソニックワードはもうどうぞ、倒してあげてください。そしてかなりね、墓地に今カード落ちていってるところなので、ここはねもうデッキ圧縮していってもいいんじゃないかな。うん、じゃあいいね、使っていこう。3つカウンターを取り除くことによって、デッキから、ここはねカオスソルジャー、あ違う、あの儀式カードを引いていきましょう。そしてもうねここは上書きしてもいいんじゃないかな。カオスフィールド上書きして、そして発動したタイミングで使えるので、ここでカオスソルジャーを引いていこうと。でこれね一個ね注意点が、デッキに、あカオスソルジャーじゃねえや、あ待ってこれミスったか。カオスソルジャーを引いていった方が良かったね、完全に。あごめんこれね完全にミスりました、完全にミスったんで、このリチュアチェインで、頼むカオスソルジャーがあることを祈りましょう。要するにこれねデッキにそのディザーズまたは、カオスソルジャーないといけないんで、そこだけね十分注意してください、この儀式魔法を使っていくためにはっていう話やな。後発とりあえず伏せ取ったらまあ問題ないと思うんで、ごめんなさいこれね完全にプレイミした。よしじゃあまあここはね殴っていきましょう。このターンで決めれたな、クソ。殴っていく、多分ねシステ使ってくるけど、それね全く関係ないんで、うちの暗黒騎士ガイアから出した、カオスソルジャーにはね、全く効かないんで問題ないといったところ。さあそれでは殴っていきましょう。リチュアチェインでもね、リチュアチェインも地味にね火力がもともと1800もあるんで、かなりね戦力として役立ちますね。さあそれではこちらプレミアあったにしてもかなり優位に進めていけている状態っていうか、むしろな逆にギザーズとか使われても案外ね見て、ビスソルジャーこれまずい、これね相当まずいな、まずい、これね非常にまずい、これはまずいです。手札に戻す効果なので、これはまずいね。あ儀式、待って、儀式をお手札戻される、待てよ、それやったら多分問題ないぞ、問題ないね、これやったら問題ない、うん、いける、まあそもそもそうやな、これでいけるか。待った、カウンターもどんどん乗ってくると、さらに狡猾もね、伏せておいたんで OK やな。儀式のり発動して、それではまたカウンター揃ったんで儀式魔法を使っていきましょう。ここでああそうやな、うん、まあ OKOK ですね。ちなみにもしねカオスソルジャー壊されていたとしても、儀式魔法カードが墓地のカオスソルジャーも特殊召喚できるので全然 OK ですね。さあこれであとは殴ってったら勝利できるかな、頼むお願い、勝たして
ああ、よかったよかった。いや次はねちょっと立ち回りうまくやっていかなきゃいけないですね。ちょっとね、まだ慣れてないところもあってプレミアありましたが勝てました。最強の顔、それじゃどうでしょう。浮かれるタイプじゃないの。さあそれでは城之内くんやっていこうじゃないか。いやちょっとねプレミして恥ずかしいんで、今回はね完全なプレイングで相手をね、ボコボコにしてあげたいなと思って考えておりますが、初期手札、初期手札ちょっと偏ったな、ちょっと偏ったけどこれね問題なしですね。カオスフィールドを使っていく、そしてカオスソルジャーを引いていく、そしてもう1ターン目から展開していきましょう。挑戦士の方が使っていく、そしてデッキの、ディザーズと手札の疾風の暗黒シガイア、これで、はい、無敵のカオスソルジャー早速出てくると。疾風って言ったな俺今、疾走やな、これ疾走の暗黒シガイアでしたね。さあここで、もうた、今手札にカオスフィールドあるんで上書きするかどうするかやな。まあ、そんな汗なんでもいいような気もしますね。アマゾンですの挑戦士、なるほど。あ、ここはとりあえず狡猾引けたんでだいぶね安心して攻めていけるんで、とりあえず狡猾セットでもうここはバトルフェーズ入りましょう。相手一体何を伏せているのか。さあなんだ、あー特に何もしてこない。まあディザーズの効果を見てたんでしょうかね。でちなみになんやけど、その例えばじゃあ分断を使われるとしよう、もちろんねカオスソルジャー効かないんですが、カオスソルジャー以外のその通常モンスター、例えばリチャーチェインとかを、出していたとしたら、リチャーの方は、分断バリバリ食らってしまうのでそこはね十分注意しましょう。おっとここで、完璧なデッキじゃない疾風の暗黒シガイアが来てしまいましたね。疾風の暗黒シガイアが来てしまった。これどうしようかな。ここはまあとりあえずカオスソルジャー引いていくんで、やっぱりね手札1枚になることが非常に、ね、難しいんで、このデッキ疾風はね合わないんで、もうさっさとね闇遊戯くん落としてほしいんですが、まあとりあえずね殴っていきましょう。あ、グレーモヤこれね大丈夫です、一切効きません、これね大丈夫です。はい、全くね無効化されてしまいます。ここで、効果使ってもうダイレクトアタックできたら決まりなんで、でカオスソルジャー選択はできますがトラップカードの効果は効かないので、これでダイレクトアタック、はい対戦あり。なるほど、アマゾネスの闘志だと、うん、これは攻撃していきましょう。ちなみにね儀式の檻の効果のおかげでモンスターの効果効かないので、あ、モンスターの効果じゃないや、戦闘ダメージゼロになるので、先ほどアマゾネスとの、バトルもこちらはダメージを受けずに済んだといった形です。もうかなりねアマゾネスに対してこのデッキは天敵と言わんばかりの強さを誇りますね。モンスター攻撃表示で召喚、あーなるほどなるほど。プリンセスが来て、まあただ問題ないね、うん、カオスソルジャーは全くね、トラップカードの効果効かないんで問題ないです。挑戦士引けた、ここはもう普通に殴っていきましょう。さあどうでしょうどうでしょう。アマゾネスの吸収、これねちなみにね疾風の暗黒シガイアじゃなくて疾走やったら今の儀式召喚できてましたね。さあそれでは殴っていきましょう、殴っていこう、うん。賢者でもし何かいらんでことされたら嫌なんで賢者の方から壊していきましょう。はい効きません、これでターンエンド。さあこっからどう巻き返す、巻き返せんだろう、もうここまで作れたら多分巻き返せないと思うんで、どうでしょう。ただねこちらもねなるだけ早く、展開していきたいところなんだが、どうだドロー、リーチはいいですね、これリーチはいいですね。まあ、とりあえず、カウンターもう3つもたまったんで、儀式魔法カード引いていく。それではリーチュアを出していこう、うん、リーチュアを出していって、まあ特にね引いていきたいカードはないんか、うん、そうやね、結局今引いていきたいのが、うん、儀式素材カードなので、アンクシガイアまたはディダーズが引けたら、またね儀式できます。あ、おっと危ない危ない、これはね分断来
たんで、リチュアでいかんくてよかったなと言ったところですね。ほんとこれだけは怖いね。まあこちらライフまだ4000あるんで大丈夫でしょう。さあどうだ、おいサレンダーありがとうございました。対戦ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。